こんにちは、介護福祉士のカズです。この動画は介護福祉士国家試験対策チェックテスト動画になります。今回は自閉症スペクトラム障害に関する問題に挑戦していただきたいと思います。自閉症スペクトラム障害はほぼ毎年出てきているワードです。まだ勉強していなかった方は今どの程度わかるかなという気持ちで挑戦してみてください。それでは始めていきましょう。問題1、自閉症スペクトラム障害には自閉症や症候群などが含まれる。2、アスペルガー症候群では認知機能や言葉の発達の遅れが。3、自閉症スペクトラム障害ではコミュニケーション障害、性の障害、対人関係の障害が認められる。4、自閉症スペクトラム障害のある人は想像力の欠如やが強い。5、状況のに対応することが難しい。6、状況が変化することにを感じやすい。7、不安を感じないように前もってゆっくりと的に説明する。8、複数の情報を提示せずずつ伝える。9、説明の時にはメモやを使ってゆっくりと説明する。10、ジェスチャーなどから意味を読み取るのが苦手なためで丁寧に伝える。はい、いかがでしょうか。分からなかった方も自信をなくさなくて大丈夫です。試験本番までは正答することにとらわれず、繰り返し問題に触れて覚えることに集中していきましょう。では回答に行きます。1、自閉症スペクトラム障害には自閉症やアスペルガー症候群などが含まれる。2、アスペルガー症候群では認知機能や言葉の発達の遅れがない。3、自閉症スペクトラム障害ではコミュニケーション障害、社会性の障害、対人関係の障害が認められる。4、自閉症スペクトラム障害のある人は想像力の欠如やこだわりが強い。5、状況の変化に対応することが難しい。6、状況が変化することに不安を感じやすい。7、不安を感じないように前もってゆっくりと具体的に説明する。8、複数の情報を提示せず一つずつ伝える。9、説明の時にはメモや絵を使ってゆっくりと説明する。10、ジェスチャーなどから意味を読み取るのが苦手なため言葉で丁寧に伝える。いかがでしょうか。自閉症スペクトラム障害についてどの程度理解できているか把握できましたでしょうか。繰り返しますけれども、自閉症スペクトラム障害は最近ほぼ毎年のように出題されています。今回の挑戦をもとに過去問題にもたくさん挑戦してください。そして毎年のように出ているので必ず取れる1点だと思いますので、しっかり理解しておきましょう。今回の挑戦をもとに過去問題にもたくさん挑戦してみてください。きっと自信がついていきますので、繰り返し行ってください。他にも動画やブログございますので、そちらも活用していただければなと思います。購入しているテキストは介護福祉士要点まとめ、よく出る問題です。ご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。